コスプレラブ。コスプレラブ始まるよ。なんでこんな声で始めてるかは教えないよ。高橋さん、荷物を持ってくれてありがとうございます。せせせせせせつけい、いやーせせけいつけてよ。前回はですね、なんとジョーさんのおっぱいが俺に襲いかかってくるという大惨事でした。どれぐらい柔らかかったんだろうなって、俺主人公と感覚を共有したいなって思うぐらい。さあ今回はどんな展開になっていくのでしょうか。ラッキースキメはまたあるのか、皆さん楽しみにしておいてください。どういたしまして、でもアイスを持ってもらった分ぐらいはしっかりと働かないとね。それで買う予定だったのはこれで全部かな。そうですね、予備も含めて多めに買いましたし、これで問題ないと思います。そうだった、買い物来とったんだったよな。ってことはこれからなんか補修とか、家に帰って補修とかするんかな。ですが、多めに買ったので頑張って貯めたアルバイト代がすっからかんになってしまいました。今頃やけど千代さんってアルバイト何やってるんかな。わあ、なんかさ、こういう子がさ、飲食店とかカフェとかの店員とかやいよってら絶対見に行きたいわと思うわ。なんかさ、見てみたいなと思うよな。これこういう好きな女の子働いてる姿見てみたいなと思うときない？まあ俺リアルでそんな経験ないんですけどね。まあ妄想の中の話ですけどね。はっ、でもちゃんとコスプレのお金をバイト代貯めてるのは偉いと思うよ。ほっ、それに余ったら別の衣装で使えばいいさ。そういえばさ、いろんな衣装作っとるよな。そのあれだろ、リースの衣装って、ね、何種類かあって、そのうちの一番初期のシンプルなやつ着てますよみたいな話だろ。ってことはさ、やっぱさ他の衣装持っとんよな。あー、そういう衣装も今後出てくるんかな。そうですね、とはいえ今回は別ではちょっと使いづらい素材ばかりですけれども。ああ、素材が違うもんなんじゃ。どんなんだろうな、やっぱ。っていうのはさ、やっぱ今後コスプレイベントとか出た時にさ、その別のリースの別の衣装って出てくるんだろうな。どんな装備ついとんだろうな。装備ってああ、今回のはちょっと特殊だからな。次のイベントに備えて作成する予定の衣装はすでに決定している。 TA のコスプレをするのは同様で、今度は闇落ちしたと言われるような状態のリースなのだ。そっち方面ね。あ、闇落ち系の方を持っていくんじゃ。普段のコスチュームと比べて色合いもデザインもかなり趣旨むえが異なっている。そういえば本当に闇落ちリースちゃんの装飾品をお願いしてしまっていいんでしょうか。闇落ちってどんな感じの闇落ちなんだろうな。不良系かな闇落ちおっぱいとかやるんかな。ネットのハッシュタグで闇落ちおっぱいとか出てくるだろうな。もちろん力を貸すって約束した以上は全力で水木さんを支えるよ。ですけど材料費しか受け取ってくださいませんよね。お財布的には私はとても助かっていますけど。コーチンとか受けようよったらマジで仕事になるからな。それぐらいでええんじゃないですかね。まあ、アイスおごってもらったし、おっぱいに押し付けてもらえてもらえたし、アクシデントとはいえ実費は仕方ないけど、手間賃は気にしなくていいよ。俺としても無駄な作業ってわけじゃないし、オリジナルデザインではないため仕事には直接的な恩恵はない。でもこれはこれで新鮮な気持ちで取り組むことができていた。小手先だけの技術じゃなく、よりいいものを作ろうと創意工夫するのが思いのほかいい刺激になっている。やっぱクリエイティブな仕事なんやな主人公なんて言葉を飾ってごまかしているが、最近はちょっと違うんだよな。何？単純に美月さんと一緒に何かをするのが楽しい。やばいやばいこれ恋心芽生えてくるやつ、相手で。これ恋心芽生えてくるやつじゃん、お前それ。おい、文化祭とかでさ、男子か女子にちょっと恋心抱いてくるのと似たような感じよぞ、お前。
青春時代やん。青春時代の恋心を抱くパターンと同じやつやん、お前。あるんちゃうんかな、これ見よう人にとってもさ。その文化祭で一緒に作業しようってこの人いいなって思うことって経験ある人おるんじゃないかな。あ、いないからこういう YouTube とか見てるんですよね。わかってます。あ、皆さん皆まで言うな、ごめんなさい。この時間を大切にして少しでも長く続けたいなんて考える自分のいて、そういうわけなので、いやいや付き合ってるわけでも自分が一方的に損をしているわけでもない。絶対将来的に付き合うわこれ。アクセサリーって不思議ですよね。先ほど買った材料でリースちゃんがつけているようなものを作れるんですよね。見た目は多分そっくりなのが作れると思うよ。さすがに本物の宝石や不思議な魔法金属とかは使いようがないから見た目だけのイミテーションだけど。それでもすごいです。私はそっちのことは全然分かっていなかったので尊敬します。ありがとう。でも俺も衣装は肌気違いだから水木さんの方がすごいって思うけどね。私なんて習い事で裁縫をたしなんだだけで、その延長線上のことしかできませんよ。裁縫も習い事で学んだことなんじゃ。結構いろんな習い事ってあるんやな。裁縫も習い事で教わるようなあれあるんじゃな、最近って。そう謙遜しているが、以前のコスプレ衣装を見る限りではプロ顔負けだと思う。その分だけ時間をかけているものかもしれないが、あれだけできるなら並大抵の努力じゃなかったはずだ。バイトと一緒にやけんな。バイトの時間もあってこれやけんな。突然美月さんが戸惑いの声を上げて足を止めた。同時に布を引き裂いたかのような音も聞こえてくる。え、まだなんかエチチな反になるの。どうしたのかな。どっかスカートの裾が破れたんじゃないのかな。ちょいセンシティブ入りますねこれ。スカート視線を向けると美月さんは少し慌ててスカートを手で押さえた。顔が先ほどまでよりも赤く染まっているリンゴちゃんめ。って、もしかしてスカートをどこかに引っ掛けたとか。布を引き裂いたような音が聞こえたし、そうとしか考えられない。実際にミスクさんは図星を使えて恥ずかしげに小さくうなずき返してくる。こういう時どうすればいいでしょうか。脱げばいいと思うよ。裁縫道具は持ち歩いていませんでしたから。多分針と糸があれば自分で作ろうこともできるのだろう。しかし今回の買い物は布地がメインで、裁縫道具は自前のものがあるため買っていない。俺の方も装飾品に使えそうな小物やシルバーアクセス用の道具、樹脂粘土ぐらいしか買っていないし。とりあえずそのままじゃ歩くこともできないよね。かなり心もとないです。触ってみたか。結構深く裂けてるみたいなので。ハレンチですね、ハレンチですね。千代さんってどんな色のパーツを履いてるんだろうなってちょっと妄想しちゃうね。お清楚系でありながら実はさ攻めた感じの色しとうかもしれないね。割と真っ黒だったりするんかな。セクシーですね。そっか、どうすればいいだろうか。この白い服やってさ、もし水かぶったら下から黒いブラジャーとか出てくるかもしれんからな。気をつけなあかんな。何か方法は。応急処置くらいにはなるかな。高橋さん、水木さん、こっちの物陰に来て。スカートを押さえたものを水木さんの背中を押し、俺は近くにある店の陰へと彼女を連れ込む。周囲に誰もいないことを確認し、その足元にしゃがみ込んだ。うわぁ、なんか、エッチなことが始まりそうな感じの雰囲気。エッチなこと、わーお白でーす。皆さん、白でーす。イメージカラーそのままできました。白でーす。めっちゃ破けてるやん。コンビニはめっちゃ破けてるやん、お前。ちょっと破けた程度ではないでないか、お前、これ。
思いっきりビリ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 ってなってる。ちょっと惜しいですし、押されてさ、ちょっと、恥ずかしいことや、ほんま恥ずかしいことになってる。もうこれ、ぬおうとかじゃなくてさ、ちょっとスカートどっかで買って、即席的に履き替えろってレベルやな、これ。静かに、じっとしてて、すぐに終わるから。スカートをどうにかしていただけるのですか？応急処置でしかないけど、とりあえずは、ね。まずは、裂け目の状態を確認。深く裂けているようなら、やり方も考えないといけないけど。確認しようとしたら、どうしてもお尻のはみ出してる部分とパンツが見えてしまう。高橋さん？いや、なんでもないよ。もう少し待ってて。なんでもない反応じゃなかったね、これ。センシティブしてるね、おいおい。想像していたよりも裂け目が深くて下着が見えてしまっていたもん。うん、思っとった以上の裂ける方やもんな。ここまでこんなに裂けと裂けるチーズみたいなレベルで裂けとうからな。お前出そうになった声を寸前のところで飲み込み、必死に平静を装う。スカートに手を触れてもいいかな。もしかすると体にも触ってしまうかもしれないけど。俺だったらどういうことだ。俺じゃなかったらちょっと嫌だったりするの。なんか俺に対してはやべえ。千代さんも俺のことちょっと意識してるっていうか、いい人ってことで好感度上がってるな。これ絶対好感度フラットの状態じゃこんな反応にならないからな。うん、じゃあごめんね、触らせてもらうよ。もしかしたらたまに揉む時もあるかもしれないからね。そういう時は恥ずかしがらずに耐えてほしいな。なんか新手のプレイみたいな感じになってるやんお前。これそういうエッチなあれだったっけ。 R18 ではなかったはずなんやけどな、このゲーム。なんなら R18 は基本禁止のスイッチのダウンロード販売しとったゲームやけどな。これなるべく変なところに触ってしまわないようにスカートへと手を添える。大丈夫かなこれ。パンツのところ隠してなかったら、バンなる、YouTube、あれなるかな ?R18 姿勢なるかな。きっちり袖まで裂けていれば、深いスイートってことでごまかせそうではあるけど、変な引っ掛け方をしてしまったのか、中途半端なところが裂けているようだ。当て布をして、繕う補修が一般的だろうか。もっとも、俺にできるのは裁縫じゃなくて装飾品作りしかないんだけど、今日買ったペンダントで使う、ペンダントで使うためのチェーンと応急処置だし、樹脂粘土もこれだけあれば足りるかな。乾くまでは強度がないけど、乾いてしまえばそう簡単には壊れない。見た目や重さ、硬い食感はどうしようもないため、座る際に難があるけど、そこは応急処置だと思って割り切るのみだ。どうした？うん、大丈夫だよ、すぐに補修できるから。少し乾かすまでは待機することになるかもしれないけど、スカートの裂け目は気にならなくなると思う。恥じらうように肌を染め、頬を染め、さらに不安気な表情を浮かべている美月さん。うー、背徳的です。安心させるように微笑み、低い位置から見上げる体勢に照れくささを感じて、俺は逃げるように手元に集中することにする。安心させるように微笑みっていうか、なんかさ、怖くないよお嬢ちゃんみたいな、追い込んでいく人さらいの人みたいな感じだった。近くにねあるんかな。そう、逃走用の車。なんだかじっと見つめられてるような気がする。そう視線に落ち着かない気持ちになりつつも、俺は樹脂粘土を取り出してこね始めた。こうかな。先をそのまま塞ぐような形にしてもはっきり言ってダサいと思う。さりげなく裂け目を隠しつつ、そこをおしゃれにワインポイントを飾るように。再度補修するのはスカートだ。応急処置とはいえ、普段使いでもあまり気にならない程度の量で、できるだけ邪魔にならないように仕上げたい。なんかこだわってる。ミリさん、
ちょっとごめん。もうそんな声上げて、なんかちょっとしたプレイやもん、ほんま。ちょっとしたプレイが始まってるよ、ロ野外系の AV だったんかって感じになってるよ、お前。すぐに済むから、少しだけ我慢して。大股、大股、またを攻めていくのね。大股を触られて、ビクリと、水木さんの体が震えたのが伝わってきた。でも、そのことを気にしてはいられない。樹脂粘土の量は、できるだけ少なくするけど、どうしても重くなってしまう。そうなると、樹脂粘土をつけている側と客とで、スカートのバランスが著しく悪くなってしまうのだ。最悪、重さに引っ張られて、布地が傷んだり、脱げてしまう可能性もある。樹脂粘土も完全に乾かない限りは、引きちぎられる可能性だってあるし、うん。映画な、映画な、ちょっとなんか背徳的なところを見せられてるよな、うん。普段そんなことやっちゃいかん、こういう、そういうプレイをやってるような感じなんよな。そんな中さ、文章の方はすごい真面目っていうかさ、こだわっとるなっていう、こだわりポイントグッドですね、みたいな感じの文章を並べられてもな、もう映画それを邪魔しているような感じがする。なので、それをごまかすためのチェーンだ。チェーンで樹脂粘土の部分を吊ることで、それらの懸念を一時的にでもごまかす。あとはうまいこと装飾品として成り立てて違和感をなくすのが俺の腕の見せ所だろう。恥ずかし、はぁ、ちらってる顔が素晴らしい。小さく声を漏らし、落ち着かない様子でもじもじとする美月さん。そんな彼女に申し訳なく思いながら、俺は手早くスカートを飾り立てていく。これでよし、どうかな、これでどこか違和感はない？すごいです。位置的に細かいところまでは見えないんですけど、破れたっていうのが全然わかりません。それどころかおしゃれなアクセサリーがついてるみたいになってて可愛いです。そう、よかった、とりあえず問題はなさそうだね。すごいな、これがプロか。どことなく嬉しそうな様子で角度を変え、くるくる回るようにしながら自分のスカートを見下ろしている。その様子を見る限り応急処置はうまくいったようだ。でもあくまでそれは一時しのぎでしかないから、今日はもう帰ろうか。まだ樹脂粘土も乾ききっていないから強度に心配があるし。ですけど買い出しの続きは。おいおい、これ以上歩いてるとまた違うところをスカート破けちゃうぜ。危ないだ、それはまた後日にしようよ。と言ってももうほとんど買い終わった後だったでしょ。補修に使ってしまったチェーンなんかは再利用できなければ買い直せなければいけないが、それもそこまで急ぐ話ではない。わかりました、ではまた後日に改めてデートですね。わあ、まだデートの約束嗅ぎつけてるよこれ。さりげなくまたデートの約束嗅ぎつけてるわこれ。おいおいおい、これさ、買い物が目当てであってさ、二人イチャイチャするが目当てではないんだぜ、お前。千代さんの頭の中では二人でイチャイチャすることがメインになってるのかい。おいおいおい、なっ、デート、いや確かに最初にデートみたいだとは言ったけど。え？今日は買い出しのお付き合いありがとうございました。わあ、こいつ悪魔やん、悪魔なことを言ってくるやん。そう、男にさ、なんか勘違いさせておいてさ、冗談ですって一言で終わらそうとする。おいおいおい、お前こっちが勘違いしとったことに対しての損害賠償請求するぞ。お前、私はデートをしたことがありませんでしたけど、実際にしてみたらこんな感じなのでしょうか。ああ、ワイドデート以上のことをやってるような気がしたけどね。今日は本当にありがとうございました。スカートのことも重ねてお礼を申し上げます。え、いや、これくらいは気にしないで、役に立てたなら何を言いたいよ。やばいな、顔が熱くなっているような気がする。顔が赤くなっていないだろうか。でもこんな感覚も悪くないかもしれない。ではそろそろ帰りましょう。高橋さん、やばい、次のデートでも何か破けろ破けろみたいな感じで思っとうかもしれない。破けたら俺が保証する、
補修してる時ぐらいは体を触っても大丈夫だみたいな感じに思ってるんじゃないの、思ってるんじゃないのお前。そんな偶然何回も起きるとは思うなよ、ゲームじゃないんだから。まあこれゲームやけどさ、うん、そうだね、今日の買い出しも中断して帰宅することにする。次に会えるのはいつになるだろうか。俺たちは次の予定を話し合いながら並んで歩き始めるのだった。わあ、これゲームやけんな、こういう恋愛ゲームやけんさ、何か出かけるたびにこういうアクシデントがあって何か起こってみたいな感じになるんだろうな。わあ、しかも手料理始まったよ、やばい。デートだったら1回ぐらいは、自宅に招いただったら1回ぐらいは食べてみたい手料理、ありがとう。うわ、美味しそうだ。今日も京都で美月さんは俺の家と来ていた。うん、なんか通いで来てくれよる感じになっとるやん。通いで来てくれる彼女みたいな感じになっとるやないお前。俺の世話をしてくれる彼女やんお前。コスプレについて NG を出されたからなのか、今では衣装作成の本拠地を俺の部屋にしてしまっているくらいだ。やばい、だんだんさ、家のどこに何があるかって把握され始めてきておっちゃうんかな。もしかしたらベッドの下のエロ本もそろそろ気づかれてるかもしれない。そうせいか、滞在時間が短くとも毎日のようにうちに来てはせっせと衣装作りに励んでいる。今日はそのお礼、場を貸しているお礼にと夕食を彼女が作ってくれたのだった。料理できるんじゃ、こう言ってはなんだけど、美月さんって料理ができたんだね。あ、でもさ、習い事の一つに料理とかありそうな気がするな。裁縫とか習いよんだろ、だったら料理とかも習ってそうな気がする。私って料理ができないように見える。おう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 、一応お裁縫とかと同じく料理も習ってやっぱりそうよな、そんな感じかなって思ったわ。花嫁修行ってやつなのかな、すごく上手でびっくりしたよ。裁縫のようにプロ級ってわけではないけれど、こんなお嫁さんがいればいいなと思わせてくれるくらいには上手だ。主人公、割と脈あるぞこれ、もろときもろとけ。現に食卓に並んだ料理はどれもとても美味しい。ありがとうございます。でもありがとうございますの言い方が可愛いな。になるのかどうか。なるわ。いや、女の子の手料理ってなかなか誰しもが願ったからと言って食えるもんじゃないぞお前。やっぱり好感度がなかったら女性の手料理なんて口にする機会なんてないぞお前。俺なんかさ、人生で人の手料理食ったことなんかさ、おかんの分しかないぞ。みんな大体の男性でそんなもんモテてる男性しかないんよ。そのほんまに好きな人の手料理食べてることがなんかモテてる男性しかないんよ。十分だよ、ありがとう美月さん。はい、こちらこそ何度でもお礼を言わせてください。ありがとうございます。高橋さん、もうこの二人の中の好感度すごいことになったんだろうな。微笑み返してくる美月さんに心の中がほんわかと温かくなってきた。こんな時間がすごく幸せに感じてしまう。もう夫婦になったらこんな感じなんだろうなっていう妄想にまでつながりそうな感じの発言ですけど、わあやべえ。もうさ、結婚した後のことも想像し始める頃ちゃうんかお前。大学を卒業してから仕事仕事で毎日が忙しかったけど、その時よりも今の方が充実しているとさえ感じてしまう。でも最近は毎日うちに来ているけど、家は本当に大丈夫なのかな。それなんですけど、不思議なくらいに何も言われないんです。反対されとるのに。もちろん何も言わさないように門限は絶対に破りませんし、帰りが遅くなるときは連絡もしていますけど。それどう取ればいいんだろうな。コスプレ関係ではないと思われとるんかな。コスプレだったらダメやけど、別に人との人間関係でなんかっていうんだったら別に構いませんよみたいな。もともと男性の家に行くこと自体は禁止されていたわけではありませんから、黙認されているんだと思います。はあ、そうなんだ。それは親のところに来るのは親公認ってことなんだろうか。
それでも問題視されないくらいに俺のことを取るに足らないと思っているのか。それ以前に俺のことをまともに認識していない可能性もある。ご両親にどう思われているのか、さすがに少し気になってしまう。そうやな、誰かお付き合いし始めたら挨拶しに行かなあかんけんな。それで衣装の進歩はどう？イベントには間に合いそうかな？はい、そちらは何とかします。それで食後に一度フィッティングしたいと思うのですけど。フィッティング？ああ、試しに着てみるってことかな。ああ、部屋の外に出ていればいいのかな。じゃあその間にコンビニでも。いいえ、高橋さんにも手伝ってもらいたくて。え？ダメでしょうか。待って、着るの手伝うの？マジで？着替えるところはまじまじ見放題じゃないですか。は？俺が手伝うってどの部分よ？フィッティング、つまりは試着やサイズの調整。サイズの調整？胸のあたりとかのサイズの調整とかだったら俺めちゃくちゃやりてえわ。お金出してもやりてえわ。やらせてください、お願いします、何でもしますからって言いそうやな。まあ何でもしないんですけど。今の進歩から考えると、本縫いの前に体に合わせていろいろ調整するってことだろうけど。え？じゃあ布に対え体に対して布を押し付けたりするんじゃね？闇落ちリースちゃんの衣装っていろいろついているので、自分一人では着たり脱いだりが大変なんです。かよ、もっと簡単に着脱できるようにしたいのですが、私ではどうやってもシルエットが崩れてしまいまして、ですので着るのを手伝ってほしいと思うのですけど、お嫌ですか？嫌じゃない、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 むしろやりたい、俺がやりたい。え、一人じゃ大変でしょ主人公。俺も行ってあげようか。今からゲームの世界に飛び込めるんだったら行きたいんだけどね。行くぞーって言うて俺画面に入り込んでもいい？そしたら画面が割れてパリンってなってさ、ディスプレイも、壊れるかもしれんが。嫌ではないよ。でもそれっていいのかな？着替えを手伝うってことは下着なり何なりを見てしまうことになるかもしれないということだ。それを考えると簡単にはうなずけない。はい、一人ではどうしようもないことですので、頼れるのは高橋さんだけですから。でも美月さんはそれでも問題はないらしい。もうその辺はもう高橋ちゃんだったらもういいですからみたいな割り切ってるわ。俺も変に意識せずに手伝う方がいいのかな。一人ではどうしようもないってことは誰かが手伝わなきゃいけないんだし。そっか、じゃあ手伝わせてもらうよ。はい、ありがとうございます。絶対にいい出来にしましょうね高橋さん。俺の内心の葛藤を知ってか知らずか、ミキさんは邪気のない様子で微笑みかけてきた。うわ、なんかちょっとここ痛むわ。ちょっとスケベな目で見てしまっている俺の心が痛むわ。あー、まあ見るんですけど。ありがとうございました。まっ、終わった、もしかして終わった、待て、それフィッティング焼いてる最中のこと視聴者と俺に見せろ。いや、ここをこうして、恥ずかしいです、みたいな、千代さんのやりとり、千代さんとのやりとり見せろ、お前。ごめん、変なとこ触っちゃった。いえ、いいです、みたいな、そういうやりとりを見たいんだ、こっちは、お前。なんでそこ飛ばしたような感じになる？ねえ。違うよね、これからありがとうございましたって過去形、おかしい、過去形のはずがない。これからやるはずなのに。お役に立てたら何よりだよ。かろうじて答えるが、恥ずかしさのあまり彼女の顔を見ることができなかった。だってフィッティングのためとはいえチラリと下着なども見えてしまってたんだぞ。だよね。で、なんでそこ飛ばすん、なんでその部分飛ばすん。そこが見たいと思ってるんだよ俺と視聴者は。そりゃ当然のように焦る。少し恥ずかしそうにしながらも美月さんは真剣に衣装のサイズ合わせをしていたけど、あれって人前で肌を晒すことに慣れているってことなんだろうか。
習い事で和服を着るときは着替えを手伝ってもらうこともあるそうだし、それとも俺が男として認識されていない、もしくは目的のために手段を選んでいないだけとか、医者の前で胸をはだけて恥ずかしがるのはおかしい的な感じで。高橋さん、どうかしましたか？いからぬ妄想が頭の中に よぎってるな。いや、何でもないよ。うん、何でもない。だから、ミシクさんは気にしないで。はい、それならいいんですけど。でも、全く気にしないのもどうかなって、女の人としてどうなのかなと思うんやけど、もうちょい恥じらってくれてもなって。それで、少しご相談があるのですけど、まだお時間は大丈夫でしょうか？まだなんかあるんかな。俺の方は全然問題ないけど、そっちは門限は大丈夫？もう少しだけなら、できれば今日中にこのことも片付けておきたいと思っていまして。なんだろう、わかった。それなら早めに用事を片付けてしまった方が良さそうだね。一人で照れている場合ではなかった。まだ正面から彼女の顔を見るとさっきのことを思い出してしまいそうになるけど、できるだけそのことは頭の中から追い出し、ミシさんと向き直る。それで相談って何かな。これでさ、千代さんがさ、お腹押さえながらさ、子供は男の方がいいですか、女の子の方がいいですかみたいなこと言い出したらどうなる。そこまでやってないけど僕。みたいな感じになるかな。闇落ちリースちゃんなんですけど、ヘアセットに悩んでいるんです。ヘアセット、つまり髪型か。闇落ちって部分を強く印象つけるために、通常のリースちゃんとは異なる方法で髪を持った方がいいのかなって思いまして。ああ、どんなんだろうな闇落ちリースちゃんって。まだ出てきてないけんな、想像がつかんわ。闇落ちって言うからにはちょっとすごい悪な方向に性格もかかっとんかな。そもそもストーリー上で闇落ちするってどんな感じのことがあったん。一回さ、その TA のストーリーとか見てみたい気がするわ。ああ、アニメじゃ闇のオーラっぽいのが出てるもんね。そんなに、やばい。ストリートファイターの竜みたいな感じやかな。殺意竜とかあるもんな、向こうも。TA の地下帝国編。地底帝国編。地底帝国、なんかドラえもんにもありそう。ドラえもんの劇場版にできそうな感じはあるんだな、もう。リースは地底勢力に捕まり、一時的に主人公である勇気たちを敵として出てくることになる。洗脳を受けてるやん。その際にアニメや漫画的表現ではあるけど、リースは闇のオーラをまとっているのだ。風もないのに髪が勝手にそよいでいるように見えるっていうのが分かりやすい例だろう。ウィッグをつけるんだよね。そこからさらにヘアムースでセットする？それとも髪飾りに細工した方がいいか？そこら辺も含めて高橋さんの知恵をお借りしたくて。わかった、ちょっと考えてみるよ。とは言ったもののなかなかに難しい問題だと思う。単に装飾品だけの問題であればやりようはある気がするんだけど、主人公の専門外のところまでちょっと手を出さなあかんようになってくるんかな。ビッシュさん、少し髪の毛をいじってみていいかな。おっと、さりげなく髪の毛を触ろうとする。実際にヘアセットをしてくれる方がいろいろと考えもまとめやすいかと思って。ミキさんが嫌なら別の方法で考えるけど。あ、いえ、嫌ってことはありません。こちらからお願いしていることですし。おお、自分の髪を男性にさらわれるっていう抵抗を持つ女性はたくさんおりそうなイメージだが、それはできてしまうんだ。ではお願いいたします。ちょっと失礼するよ。で、俺だったらさ、髪の毛じゃなくて胸の方に手が行きそうだよね。ちょこんと座って椅子前を直した彼女に俺は正面から近づいた。まだ照れくささは残っているけど、それでも仕事に一つのことに集中することであまり気にならなくなってくる。その表情なんよ、もうその表情なんよな。なんかエッチなことしてるような感じに見えてくるんよ、肌からは、お前。
そっとミキさんの髪の毛に手を触れる。くすぐってかったのか、くすぐってかったのか、彼女の肩がそれだけでビクンと震えたのが分かった。ミキさんの髪質って柔らかくてサラサラだったんだね。はい、そうですね。あれ、おいおい、髪の毛性感帯なんか、なんかちょっとさ、感じてるような感じになってるお前。この髪質じゃ、いつもコスプレの時にヘアセットするのは大変じゃない？コスプレでは大抵の場合はウィッグを使いますよ。髪色がそもそも違いますから、少しでもリースちゃんに近づけようとしたら染色しないといけませんし。ああ、普段はウィッグを使うのか当然か。髪を染めてしまえば家の人に何を言えるのかって感じだろうし。話をしながら闇落ちリースを髪型になるように持ち上げていじってみる。ウィッグにしたところでそのものをズバリなものがあるわけではない。自分たちで改造しなければいけないんだけど、どんな風にいじるのかが正解だろうか。美容師などの髪の専門家なら考えがすぐに浮かぶのかもしれないけど、こちらはただの素人だ。難しいな。顔を近づけた状態で細かいところまで観察しようと注視する。今頃ないよな。もうさ、二人の距離感だいぶ近いよな。今頃そんなこと言われても困るよな。ごめん。気がつけば、俺はお互いの息がかかりそうなほど近くにまで顔を近づけていた。とっさに、先ほどのフィッティングを手伝った時のことを思い出してしまい、顔が一気に加熱してしまう。髪はさ、専門じゃないし、おいでは難しいかも。一応ね、インターネットでも調べてみるけど、ダメだったらごめん。いえ、こちらこそごめんなさい。髪飾りだけで助かるのに、ずずしいお願いをしてしまいまして。そんなあだが好きになってしまいそうですわ。いやいや、頼ってくれること自体は嬉しいから。顔が熱くて、再びミスクさんを見られなくなってしまった。ぎこちない笑い声を上げながら、俺は気まずさを必死にごまかそうとする。でも、ミスクさんも顔が赤かったような。俺に下着を見られても平気そうだったのに、顔が近かっただけで。いや別に平気ではないだろお前。下着を見られて平気にしとる女性はなんかちょっと、逆になんか嫌やなってなる。なんだろうな、夜の仕事でもやってるか、こういうの慣れてるのかなっていう、そっちの方面の不安感がある。彼女のことがよくわからない。でも、どうしようもなく控えてしまう自分がいるのだった。わあ、恋心を自覚し始めてきた。闇落ちリースちゃんの衣装、完成しました。マジか。じゃあそろそろ見えるんかな、闇落ちリースちゃんがどんな衣装なんか。最後の糸の処理を終え、高々と完成したばかりの衣装を掲げる。よほど嬉しいのか、ミチスさんは満面の笑みだ。おめでとう、なんとかイベントに間に合ったね。はい、これも高橋さんが相談に乗ってくれて、装飾品の作成も引き受けてくれたおかげです。はあ、自慢になってしまいますが、この闇落ちリースちゃんの衣装は絶対に最高傑作になりますよ。わあ、楽しみ楽しみ。俺も、うん、俺の目から見てもかなり完成度が高くなっているからね。時間保護官の初期衣装を見た時も思ったけど、ミスさんの技術はやはり高い。それが遺憾なく発揮されているのだ。実は闇落ちリースちゃんの衣装はちょっと自信がなかったんです。ほう。だって布面積は少ないのに、いろいろ、コテや肩パーツとかがついているじゃないですか。布面積少ないんだ。これは期待だな。おいおいおい、だってさ、これまで見てた初期のリースちゃんの服装だってさ、胸元ボロンってなってるしさ、あれからさらに布面積小さしてくるんじゃ、エコですね。どう考えても布で作れるパー
ではありませんので、エコでエロですね。二つのいいですね、おい。そうだね、提案したのは俺だったけど、途中であれって思っちゃったし、そういうこともあって今回の衣装は俺もがっつりと制作に関わっていた。装飾品はもちろんのこと、鎧のパーツのかなりの部分にわたって手伝いをしている。金属で作るのは問題外ですし、それっぽく見えるようにするのは高橋さんのアドバイスがなければ無理でした。あ、腰のパーツにつきましては横幅が結構大きくなったので取り外しできるようにしなきゃいけませんでしたし、はいはいはい、衣装に縦や横幅の制限があるってことを思い出したからね、あの時は焦ったよ。コスプレブースで撮影する分には大きな問題はないそうだ。サイズの問題とかあるんやな。でも移動中に横とか縦に長いと邪魔にしかならないため、当然のように規制されている。へぇあの時は設計自体を考え直さないといけなかったので大変でしたね。そうなんやな。腰にアタッチメントとして着脱できるようにしたのだ。そこそこ重くなることもあって、しっかりと衣装に装着するようにしなければならず、うん、結局腰回りとパンツ部分を大幅に改良することになってしまった。すごいね。着脱可能にするってさ、そんなに簡単にできるもんじゃないだろう。何せ少し動いたら胸元の生地まで引っ張られてポロリとしそうになってしまっていたからな。見たい、そのポロリとしてしてしまいそうになったところが見たい俺。わ、作り直している途中のところを見せてほしかったな。だったら危うくポロリになってしてしまいそうなところを映像で見たかった。え、ミリキさんどうかした？じっと見つめられていることに気がついて、何の気なしにそう声をかける。あ、いいえ、何でもありません。ちょっとぼーっとしてしまいました。おいおい、そんなにぼーっとしてると俺がそのほっぺにキスしちまうぞ。そっか、細かい作業ばっかりだったし無理はしないで休むようにね。イベントまでの余裕がもうないからって、すっかり、すっかり遅い時間まで作業しちゃったんだから。いや、門限大丈夫なんか、日付変わっとったら門限大丈夫なんか、お前。そう、真夜中と言ってもいいくらいの時間なのだ。門限も得意過ぎているのだが、家には電話していたけど、あれだけでよかったの？はい、事前に外泊の許可は取ってありましたから、改めてその旨を伝えるだけで問題ありません。え、外泊するの？え、泊まるん、ここに。同じ趣味のお友達の家と言ったら心よく許可をもらえたんですよ。え、待って、止まるんじゃ。え、止まる用意しても、もしかしてこれ、おいおいおい。これ何かある、いや、これから何かあるぞお前。同じ屋根の下で過ごしたら絶対何かあるんよ、この手のゲームさ。その風呂入ろうとしたらさ、着替えのシーン覗いてしまったりとかさ、そういう類のもん絶対あるんよ。もう過去作何作もやっとうけんさ、過去作っていうか、こう手のタイプのゲーム何作かやっとうけんわかるんよ。そうなんだ。いや、でも多分それは異性の友達とは思っていないからのような気がする。男の一人暮らしの家に入り浸っているというのは常に知られているんだっけ。でもまさかそこに泊まり込んでいるとなんて想像していないだろうし。どうなんだろうな。これバレてさ、もう外出禁止とかそんなんにさせられる時来るんかな。あるかもしれんな、そんなパターンも。美月さんは気にならないのかな。何がでしょう。どうしてそんなことが言えるのかね。いや、俺の家に泊まることなんだけど。ワクワクしますよね。もうそっちしかないやな。そっちしかないや、もう、千代さんの頭の中。あの、高橋さん、せっかくの機会なので、TA のアニメディスクを1話から夜通し見ませんか？鑑賞会し始めようとしてるわ、これ。お友達と徹夜で鑑賞会を開くのも、密かな夢だったんですよ。いや、寝ろよ。いや、寝ろよ。使えてないんか。寝ろよ、さすがに、お前。うん、それもいいね。どうやら杞憂だったようだ。
全然俺のことを男だと意識している様子がない。先日フィッティングに中にちょっとしたトラブルがあった日は結構いい雰囲気だったと思うんだけど、意識しまっているのは俺だけなのかな。なんかちょっとから落ちてちょっと残念がってる主人公、残念がっとるわお前。相手が俺に対して意識してないんだなって思ってちょっと残念がっとる感じになってるお前。ふう、とりあえず俺はちょっとお風呂に入ってくるよ。一旦冷水でも浴びて少し頭を冷やそう。そう思って俺はさりげなく美月さんから距離を取る。この時間からお風呂ですか？うん、今回はコスプレ用の造形ボードってやつも買い足して使ったでしょ。仕上げに塗料を使ってやすり書きをしたからちょっとね。ああ、なんかいろいろ粉とか塗料が続いてたりしちゃうんやな。手とかに手に塗料がついちゃったし、削りカスが袋の中に入ったみたいでチクチクするんだよ。お風呂に行くための方便だけどジーズでもある。初めて使う素材ってこともあったし、工具のためと思って今日が乗っちゃったんだよな。少しでもクオリティを高めてやろうと頑張ったせいで体中が大変な状況だ。そうですね、髪の毛にも塗料が飛んでます。自然な動作で水木さんが俺の髪に手を伸ばしてきた。髪に触れられることは別になんとも思わないけど、顔が無造作に近づいてきた。うわっ、ワイドいい香りが漂ってきて俺は思わず息を飲んでしまう。この子さ、人との距離感意識してないかね。さっきまでさ、近づいてきて近いですみたいな感じのこと言おったのに。そういうわけだけど、美月さんは適当に時間を潰してて、すぐに上がるから。待ってください、高橋さん。なんだなんだ、おいおい、一緒に入りましょうとかいう大事なことを言うタイプじゃないだろ、お前さん。おまはん、うっ、逃げ押しとしたところをすかさず読み止められてしまった。素早く前へと回り込まれてしまう。なんだよ。お風呂に入るのでしたら、おー流させていただけませんか。そんなことある？はあ、何を言ってるんだこのお嬢様は。あまりの言葉に俺は二の句を告げずにミスターをまじまじと見つめてしまう。さすがに恥ずかしいことを言っている自覚があるのか、その方は赤く染まっていた。今回はすっかり衣装作りで頼りっぱなしになってしまいましたし、そうじゃなくてもたくさんお世話になっているんです。お礼をさせてください。いや、でもそんなお礼の仕方ある？女の子がさ、女の子が体を泣かしてあげますみたいな、そんなお礼の仕方ある？別に他にあるだろう。それに塗料が見えない箇所についていると自分では落とせませんよ。髪に付着していることにも気づかれていませんでしたし。えですから私にお任せください。もしかして衣装を完成させたことや TA 好き仲間の家へのお泊まりでテンションが上がっているんだろうか。いや、ちょっとなんかちょっとこのままの勢いでベッドに二人で入るかもしれないな。おい、決意に燃えた胸差しをしているところから生半可な説得では諦めてくれそうにない。じゃあ自分で見えない場所だけならお願いしていいかな。はい、お任せあれ。TA のローマ帝国編でのリースちゃんたちみたいですね。いや、リースちゃん、ローマ帝国編で何エッチなことしてんだよ。そうだね。ローマ帝国編、公衆浴場に主人公のリースが二人きりで入る話は、ファンの間では神回と言われていた。作画や声優の演技がすごいものもそうだけど、湯気で不思議な光に邪魔されながらもギリギリの露出を攻めたシーンだったのだ。うわ、やべえ、これ絶対伝説になるわみたいな感じだったんやなお前。うん、あれをリアルタイムで見たときは俺もまだ子供だった。でが子供心に強く印象に残った回でって、現実逃避をしている場合じゃない。さあ高橋さん、行きましょう。なんでそんなノリノリな顔なんだ。ああ、やばい、今からめちゃくちゃ心臓が苦しい。俺は緊張と気恥ずかしさから息苦しさを感じつつも、美月さんに促されるままに浴場へ向かう。
わ、来るぞ来るぞ来るぞ、あああ、あの高橋さん、動かないでじっとしていてくださいね。だが残念だったな、みんな。この話は次回だ。次回のサポートから楽しみにしとけ、みんな。では、さらばだ。